中村智也が主演の日本テレビ系連続ドラマ、美食探偵明智五郎、日曜午後10時30分の19日第2話視聴率が 8から6%、関東地区世帯、だったことが20日、ビデオリサーチの調べで分かった。写真、小林一護役で出演する小芝風花第1話は 10から0% だった。中村演じる主人公の探偵明智五郎が、グルメ知識を使って殺人事件を解決するストーリー。主人公、明智五郎の相棒、小林一護役を、日テレドラマ初出演となる小芝風花が演じる。平凡な専業主婦から連続殺人鬼へと変貌してしまう自称、マグダラのマリアは小池栄子が演じる。ホテルでのカップル毒殺事件の犯人を追う明智と助手として巻き込まれたイチゴ。被害者の胃からは、ルームサービスで取っていた朝食には使われていないはずの、リンゴが検出される。一方、殺人鬼として覚醒したマリアは、焦燥した様子の茜、シダミライに会っていた。毒殺された男に二股をかけられた恨みを持つ茜は、加藤の警部、北村幸也が事件の真犯人として目をつけていた人物だった。事件の陰にマリアの存在を感じる明智は、茜の実家が青森のリンゴ農園だと知ると一路青森へ向かう。毒リンゴに込められた殺人犯からのメッセージに美食探偵が迫る。